私も何度もやぶ医者に当たってな。結局佐々木医院に見てもらうまで医者にはかからないようにしてたんだ。じゃあ病気の時はどうしてたの？隣町の神社まで神頼みに行ってた。神様が神頼みするな。うん、その時の巫女にもめっちゃ怒られた。